すいません、お帰り。おかえり。ただいま。いや、逆に何歳なんですか、じゃあ。え、18。変わんないじゃないですか、3歳児が。いやいやいや、時代も違うよ。え、時代も違う？ん？なんて言いました？え、だいぶ違うよ、3歳は。そんなことないし。そんなことあるし。そんなことないです。そんなことあります。ないです。え、趣味は？趣味、ゴロゴロするの。逆にお姉さんはないんですか？趣味ですか？うん、声友でこうやって男の人と喋るのが趣味。リアルとかでは喋んないんですか？リアルは声作らないから。あ、作ってるんですか、それ？作ってるよ。え、地声はこんな感じ。え？やば。地声だよ。待て、性別は？え、どっちだと思う？え？これさ、うん、女性だった。いやでも待って、僕の中では男性だと思うんだけどさ、でも女性、本当にマジで女性だったらさ、マジで失礼になるしさ、男性だと分かんないよね。いやだ、選べない僕は。いやでも、なんでよ。あれはヒロイラなのか。待ってよ、おかしくない？ちょっと待って。あ、サムネ。うんうん。え、サムネ自分だよ。え、あ、待って、女装したってこともあるか。そうそうそう。待って、男だな。男だなって、男って分かった瞬間に声低くなってるの怖いんだけど。どういうことだよ。実は僕作ってたんだ。怖いよ。闇、声友の闇、怖すぎ。いやめっちゃお兄さんだわ。いやお兄さん、やっぱでも大体声友って声作ってますよね。そうなの？いや、男の人が男の声で作ってるのは初めてかな。結構低いね。びっくりしてるんだけど。いや、そうですね。え、でも高い声で喋るとこれぐらい。これ高いのかな。いや、最初普通にショタボかなと思ったけど、結構低いね。びっくりした。え、でも言うてそこまで低くないですよ。普通ぐらいです。あ、ちょっと優しくなった。いや、男だって分かった瞬間結構低かったよ。いやでも待って、めちゃめちゃイケメンのお兄さんやん。いや、何、急に褒めるね。いやだってもうめちゃめちゃ優しそうなお兄さんの。優しい人こうやって騙したりしないから気をつけて。うわ、怖かった。ありがとうね。いや、じゃあね、バイバイお兄さん。バイバイ。バイバイ。かわいいかよ。